8月の2日から行われてきたサッカーも今日が最終日です。55校のトーナメント戦の決勝は東京の帝京と静岡の清水市立商業の対戦です。帝京が勝てば3回目、清水市立商業が勝てば4回目の全国高校総体優勝です。こちら黄色いユニフォームが帝京です。向かって左のエンド、メインスタンドから見て向かって左のエンドに入っています。現在ほとんど無風状態、気温はこれから上がってきそうな韮崎中央公園の陸上競技場です。そしてこちらが清水市立商業高校、青いユニフォームです。両チームの戦績をここでご紹介します。帝京高校です。2回戦からの4試合どれも先制点を奪われて逆転勝ちで上がってきました。昨日の準決勝もフォワード金杉2本のヘディングシュートで逆転しました。一方の清水市立商業は5試合を戦ってきました。2回戦の大船渡戦が残り10分からの逆転、昨日は韮崎の粘りに遭いましたがフォワード上原決勝ゴールで振り切っています。まもなくキックオフです。35分ハーフで行われます。解説が山梨県サッカー協会の前野理事長、横森匠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝統も実力も経験もある両校の対戦ですね。そうですね、両校ともあの高校界の名門ですから。はい、はい、今日のゲームの予想ですが、炎天下のゲームになりますが。そうですね、一応あの清水商業なんですけれども、はい、こちらはまああの大変しっかりした守備を敷いて、そしてあの小林君ですね、ジュニアユース代表の小林君、はい、同じくまあ小野君を中心とした中盤でしっかりつないでいくというところなんでしょうね。そしてあの帝京はあの、まあ先取点をよく取られてるんですけどもね、全部逆転なんですがね、はい、ただあの非常にあのトップの森田君、それからあの金杉君がですね、はい、よくスペースに走って長いボールからのチャンスを狙うという、そういうところだと思うんですけどもね、はい、立ち上がりキックオフからしばらく帝京がボールを持っていました。上黄色いユニフォームが帝京、今ボールをキープした青いユニフォームが清水市立商業です。おととしと同じ決勝戦の対戦になりました。さあホイッスルがあってゴール前、清水市立商業が立ち上がりですが、フリーキックのいいチャンスですね。そうですね、今のようにあの守備ラインがですね、フォワードの後ろからあの押した場合にはあの大変厳しく、まああのまあ、主審の場合には反則を取るわけなんですよね。ファールですね、小畑慎一郎レフリーがファールを取りました。清水市立商業はジュニアユース代表の経歴のある10番の小林がボールのそば、そしてやはりジュニアユース代表の経歴のある8番の小野もいます。この2人のいずれかが蹴るのか。そうですね、あの大変、まあ、小林です、直接行って入った、ね、ゴールインです、先制点はフリーキック。清水市立商業立ち上がり先制、小林のフリーキック直接。そうですね、素晴らしいシュートですね。しかしポストに当たってそして入ったんですけどもね、わずかに1分を回ったところをご覧いただきましょう、はい、壁の左の下ですね。そうですね、ちょうどあの、向かって左側のあのポストに当たって中に入ったんですけどもね、はい、大変すごいシュートですね。キーパーしかし手は出ないですね、あれでしたら。横森さん、よく危険な時間帯と言われる、はい、その立ち上がりの5分なんですが、まさに的中した形で清水に1点ですね。そうですね、やはり立ち上がりがちょっとあのどうしても帝京の場合にはちょっと心配だったんですけどもね、帝京の場合にはここまでの先発メンバーと、いやいや、あっと、ここでボールを奪ったのは清水、シュート、わずかに外れました。11番上原、5試合でここまで4得点のフォワード、動きのいい上原がシュートを放ちました。そうですね、あの上原君というのはあの大変あの巧妙なあのシュートを得意とする、はい、あの選手でしてね、昨日も素晴らしいシュートをあの、はい、右足で決めたんですけども。帝京のイレブンご覧いただきます。キャプテン海老名がストッパーを務める3バック、中盤ウィングバック、左が竹野、右が佐藤というメンバーです。ワントップ気味の金杉のサイドに森田と藤田が走り込んでいきます。サブのメンバーもご覧いただきます。力のあるメンバーが今日は一部サブに回りました。13番の池田、15番の奥野、得点力もありますが、この大会先発メンバーで起用された経験もあります。その帝京が今度はやや距離がありますがフリーキック、ゴール前に11番金杉上がっていきます。昨日の準決勝ヘディングシュートが2本あります。佐田富が入れていきます。
今はちょっとアイコンタクト意図が不十分だったでしょうか。そうですね、あの、はい、中田君に今合わせたと思うんです、はい、あのなかなかあの得点に絡む場面でも提供の場合には中田君が重要な役割をしているんですよね。それでは清水市立商業のイレブンです。初戦から先発メンバーは固定されています。守りが3バック、中盤の左サイド6番の薬師寺、右サイド7番の平川です。8番の小野と10番の小林が得点力もありますが攻撃を組み立てます。2トップ11番の上原が好調です。帝京にチャンスです。ゴール前中央に金杉がいますがセンタリングは通りません。そうですね、今みたいにあの左側を森田君があの、はい、スピードを生かしてそしてあの突っ込んでくるというそれが一つ の, あの帝京の形なんですけれどもね。サブのメンバー清水市立商業では5番の池畑体調不十分ですが途中から起用されています。13番犬飼が唯一のベンチ入りの1年生です。1点を追う帝京高校の初めてのコーナーキックのチャンスが来ました。金杉がニアポストにいます。ゴール前にも走り込んでくる構えの選手もいますがショートコーナーにはしません。ゴール前パッチング、はい、清水市立商業が1つ防ぎました。今のようにあのコーナーキックとかフリーキックっていうのは非常にあの帝京の場合には強いんですよね、はい、ただあのやはり、清水商業も大変あの高い選手が多いんですよね、ですから、まあ、ヘディングなんかも全く五分な形で持っているのは鈴木、センタリング上がりました、はい、まだボールは生きています。テクニックのある小林からゴール前、上原がスルーした形になってしまいました。このあたりも3バックがぐっと押し上げています清水市立商業。あの浮いたボールに対しての、いわゆるあの、まあ、空中でのボールの処理の仕方っていうのは両チーム大変うまいチームですからね。タッチライン割っています。立ち上がり見まして攻防としてはそれぞれ持ち味が出ていて五分五分なんですが、そうですね、フリーキックの1点なんですよね、そうなんですね、まあ、フリーキックっていうのは大変あのゲームを左右しますからね、はい、まあ、両チームとも当然気をつけなくちゃならないことですよね。立ち上がりの5分をすでに経過しています。清水市立商業が立ち上がり1分過ぎフリーキック小林が決めました。フリーキックの1点で1対0とリードしています。まああの帝京の場合にはもうこれ以上は、はい、あの出店をしないようにしておかないといわゆるチャンスっていうのはなかなか来ないんですけども、ですからまあ今は守るところはしっかり守ってないといけないなということなんでしょうね。帝京高校の松原監督です。監督就任2年目、しかしその前にずっとコーチも務めていました。チームのことはよく知っています。そして清水市立商業の大滝監督です。ブラジルからのコーチも招いてチームを強化しています。上原がボールに行きますがここは一つ提供クリア。ゴール前に放り込んで待っているのは鈴木、落としてここに小野がいます。テクニックシュート、この辺りの小野のテクニックですね。そうですね、あの今の場面でちょっと胸で止めるっていうのはなかなかね難しいんですけども、はい、その胸で止めた後体を浮いたままシュートするっていうところが彼のまあ非凡なところでしょうね、はい、小野は一昨年のアジアユース選手権、これは16歳以下で行われました。去年のユースの世界選手権17歳以下、いずれもほぼフル出場なんですよね、はい、まあ、ジュニアユース代表は小林君と、まあ、小野君がいるんですけどもね、はい、まあ、彼らを中心とした、まあ、ボール回しということでもって、まあ、大変、はい、あのそういう意味では中盤はあの強いですよね清水商業の場合には。一方の帝京は11番の金杉がポストの役で入ってその左右に10番の藤田、今ボールを持ちました。それから9番の森田と総力のある選手を昨日の準決勝の後半からの交代してのメンバーなんですが、はいはいはい、これを今日の先発メンバーにしてきましたね。そうですね、まあ、あの彼らはスピードありますからスペースにあの走り込むということについてはもう本当問題ないんですよね、ですから、まあ、あの松原監督もそれを期待しているということだと思うんですけどもね。ですから、まあ、長いボールを使っていわゆるスペースに走り込ませるというそういう作戦の中でもって封そうという意図があるんじゃないかなと思うんですけどもね。立ち上がりの7分を経過しています。1対0と清水市立商業がリードしています。青いユニフォームの清水、左サイド薬師寺がずっと上がってきます。ウィングバック6番の薬師寺、立ち上がりの前半8分です。
前半8分を経過、1対0と清水市立商業が帝京をリードしています。帝京今日のキープレイヤーの一人の10番の藤田のところにボールが出ましたが、左サイドスペースにボールが出ています。3トップのような形でフォワードの選手たち、前線の選手が前に上がっています。今度は逆サイドに振ります。5番が佐藤、センタリング入って金崎待っていますが合いません。もう一つ叩いてチャンスです。コーナーキックに変わります。帝京も少しリズムが出てきましたね。そうですね、今のようにスペースにああやって、走り込んで、そしてチャンス作るってことでしょうけどね、はい。本当は今センタリング上げたかったんでしょうけど、なかなかその、市民商業の守備ラインもセンタリングを簡単にさせてくれないということなんですよね。2本目のコーナーキックのチャンスになります。蹴るのが10番藤田、金杉が昨日きれいにヘディングシュートをコーナーキックから1本決めています。後ろからヘディングシュート浮いています。12番をつけた中田です。帝京は隙を見てもうディフェンスの位置からロングボールを送ってきます。はい、もう逆サイドのスペースがあってもそこには十分、蹴れるだけの力を持ってますし、おっと竹野のボールを奪いました。鈴木が奪ってドリブルで割って前に上原、スルーパスが出ればチャンスですが、帝京もよく守りました。2番をつけた小原、左薬師寺のところにスペースがあります。佐藤の裏を狙ってパス、佐藤がカット。両チームこの辺りはよく読んでのプレーになっています。そうですね、やはり横森さんが最前に予想されましたように、はい、清水はある程度がっちり守っておいてカウンタースルーパス、はい、そうですね、はい、やはり守備ラインはどちらかというと出手も少ないこちら の清水将棋の方がしっかりしている感じですよね、はい。ただ両チームともやはりそのウィングバック使って当然上がりますから、はい、スペースが生まれますからね。ですからいくら3人で頑張っててもそのスペース使われたらもうやはり苦しいんですよね。ウィングバックが上がった背後のスペースが一つの狙いですね、はい。また帝京なんかロングボールでもってそこどんどん使えますからね、はい。帝京は何度も形は作っています。惜しいシュートもあります。森田、森田がやや引いた位置からドリブル突破、前に金杉、2対1の形ですがまだボールを持っています。笛はありません。激しいボディーコンタクト、鈴木が走り込んでいきます。ゴール前のフォローはありません。清水、ゴールキーパーが出ました。帝京です。帝京のゴールキーパーは田中です。時折帝京がゴール前で守りがもたつく場面が何度かあったんですが、その辺りはいかがですか。はい、守備ラインがですね、実は1人、今もそうですけども、はい、時々マークがずれちゃう時があるんですよね、はい。そこにボールが出た時にちょっと守備ラインがもたついちゃうんですよね。清水の場合にはもう3人がも下がってしっかりとそのマークを見てるんですよね、はいはい。ちょっとその辺に差があるかなということなんですけども、ですから今の場面で提供の場合にはもうどれがどうだということを常にチェックしていないといけないんですよね、はいはい。もう今ちょうどスイーパーが今指示出したところですよね、はい。2番の小原が提供のスイーパー役です。ボールを持っているのは5番右のウィングバックの佐藤です。小原君が海老名君にちょっと言ってましたけどね、今キャプテンに指示を送ったわけですね、はいはいはい。ここは前線に一気に送って森田、ゴール前に金杉、あよく守りました。大野昭弘、清水の大野2番が体を張りました。こういった位置ではよく帝京がボールをキープしています。はい、そうですね。前半25分経過しています。清水の守備ラインというのはあまりゴール前の場合にはもう無理しなくって、本当に味方につなぐというより長いボールってクリアを1回するんですよね、はい。そして立て直しをしておいて、そして また迎え撃つというようなそんな形を取ってるんですけどね。そのクリアボールをよく現在のところは帝京が中盤で拾って、そうですね、はい。狙いやすいんですよね、はい、前から来るボールですから。そういった意味ではボールを拾って前線につなぐところまでは帝京何度もチャンスがあります。そういうことですよね。現在1対0とリードしているのは清水市立商業です。清水のボールです。立ち上がり1分過ぎ、テクニシャン小林のフリーキックが直接決まっています。
ややボールがルーズになって小原、スイーパーの小原が拾います。3バックの最高峰の選手、まあ、今まで の、 あの清水の攻撃見ますとね、あの今のように長い逆サイドに展開するということは大変珍しいんですけども、やはり今日はもう決勝だということでもって、まあ、スペースがあればそこをどんどん使っていくっていう、そういうことでしょうね。はい、ちょうど今こんな時間帯の中でもって、はい、まあ、25分この辺が、ちょうどこう真ん中の時間帯なんですよね。膠着状態と言いますかね、前半の残り10分を切っています。膠着状態がちょっと続くんですよね。こんな時間帯がありますね。少しあった風がまた無風状態になってだんだん気温が上がってくる時間帯。清水ここから攻撃が早い。上原が一つキープして、海老名です。左の足首を痛めていますけれども、健闘するキャプテン、間を割ろうというパスですがちょっと精度を欠きました。そうですね、帝京はここを注意したい。さあ、ここからが数的には帝京の方が戻っているんですが、はい、非常に展開の早い清水市立商業。海老名が戻しました。右のウィングバックの佐藤、大事にプレーしたいところ。中田がカット、これも自陣味方でのボール回しから一気にフィード。前線に金杉と藤田がいます。帝京左の竹野ウィングバック、中央に入れて結局相手にカットされます。ただあの中盤につなぎたいっていうことばっかりでなくてですね、はい、あの本当はあの裏のスペースを使いたかったっていう、そういうことだと思うんですよね、はいはい、ですから逆にボールを出して、そしてそこにトップに走ってもらいたいというのが、あの帝京の攻撃のパターンだと思います。リスタートを図ります、はい、得点力のある中田、展開を大きくしたいということですよね。左に開いた竹野、はい、ここからどうゴール前に放り込んでいくか。ただあのフォワード、あの清水商業のフォワード陣がですね、はい、なかなかあの鋭いチェックするんですよね。前からディフェンスしてきますね、はい、前からも鋭くしますから、諦めずに追ってきますから、なかなか思うようにボールを蹴らしてくれないっていうのが、まあ、本当のところでしょうね。今も上原が詰めていました、そうですね、もうスキャラボールを持っているところではすぐに寄ってきますからね。攻守の切り替えを図った8番の小野、はい、ボールタッチがやや少ない感じのある今日の小野ですが、右に振りました。あの佐田富君があの小野君をきちっとマークしちゃってるんですよね、はい、帝京高校のディフェンシブハーフ6番の佐田富がよく清水市商業の小野を抑えています。清水のチャンス、上原がキープする、薬師里がサポートしています。清水のボールです。これは一つのキーポイントですね、前半の29分セットプレーになります。今スライドした時にハンドかなんかをしたんじゃないかなと思うんですけどもね、はいはい、そんなファウルだと思います。ちょっと帝京のキャプテン4番の海老名が痛がっています、はい、ちょうどあのボールが出た時に蹴ろうかなと思ったボールの、はい、顔でちょうど挟まってしまったというような、はい、このチャンスになりますと清水市立商業の方はストッパーの4番川島が上がってきます。打点の高い選手がいます。ニアクリアです。まあお互いに高さはありますから、やはりニアでもって勝負したいというところだと思います。立ち上がり1点が入ったと、5番のところ惜しいサイドネット。いやー、14番の鈴木、清水もどちらかと言いますとね、はい、あの清水商業の攻撃というのはニアサイドを使いたがるんですよね、はい、そしてあの帝京の場合には逆サイドに大きく上げて、そしてそこからもう一度折り返したボールでチャンスを作りたいというのが帝京の狙いだと思います、はい、ちょっとその辺が攻撃がちょっと対照的だと思うんですけどもね。双方に惜しいチャンスはあるんですが1対0のまま、35分ハーフ、すでに前半の30分を経過しています。前半の残り時間がもう5分を切っています。決勝戦は35分ハーフ、同点の場合には20分間の延長戦に入ります。延長戦終わっても得点が並んでいる場合には引き分けとして両校優勝になります。佐藤が放り込む、帝京チャンス待っている、しかし前で新村が防ぎました。清水市立商業高校のストッパーの新村が相手のフォワードの前で一つヘディング。帝京の場合のいいのはですね、はい、
今のように長いボールを使っても逆サイドにですね、はい、必ず人がいるんですよね、はい、逆サイドにその作り方が大変うまいですね。シュートが、エビナが入ってきてシュートに行きましたがディフェンダーに当たっています。帝京が何度もこういったチャンスがあります。少しサイドを使おうというところか、おっと直接前線に、森田足につかない、あのスペースを使ってくるんですよね、はいはい、ですからチームでもトップも分かってますし、あの蹴る側も分かってますから、はい、大変仕事はしやすいと思うんですよね。5試合でここまで4得点の上原がボールをキープ、ゴール前には鈴木、引いた位置に小林がマークしていますが直接ゴールに行きました。ゴールキックに変わります。まあ、あの上原君というのはどういうことをするかちょっと相手にとっては大変あの嫌な選手でしてね、はい、今もあの本当センタリングするような格好をしてもうすでにシュートを狙うとかっていうそういうところの大変起点の利くあの選手ですよね。1メートル67センチなんですがその体で縦横無尽に前線を動きます。そうですね、全く面白い選手ですね。キャプテンの海老名が、いや6番の貞富が上がっていきました。サダトビが上がったケースには12番の中田が残ります。帝京のディフェンシブハーフ2人、小林がキープ。小林小野がさほど自由自在にゲームをコントロールしているというイメージがまだないんですが、あのですね、はい、あの守備ラインからいわゆるトップに渡してそこから一度あのもう一度今度はミッドフィルダーに戻す、小林、はい、あの小野ラインに戻すというそういう形を取ってますからね、はい、ちょっと目立たないんですが、はい、まあ、小野君はまだそんなに運動量ないんですが小林君の運動量というのはかなりだと思うんですよね、はい、あっとちょっと金杉が芝に足を取られました。カットしてこの辺り小野テクニックがあります、そういうことですね、はい、そして上原、はい、あれ飛び込んできましたからね、小野が詰める、はい、ポンポンとあっという間に前線にボールを運んで、ここは小野がチェックします、もうあの辺の鋭さがまあいいところなんですよね、はい、清水の連続攻撃、昨日ほどは右サイドを使った平川からのセンタリングが上がりませんが、まあ、ちょっとでもミスすればどちらももうすぐにあのボールを取りに行きますからね、はい、送った鈴木チャンス、シュートに行けるか、ここはよく竹野が戻った。1対1で帝京竹野守りました。しかし平川が奪った、懸命にクリアで逃れます。3番の神崎、帝京高校、こういったオフェンシブな形になっても清水市立商業は3人のディフェンダーがきちっと残っています、そうです、もう本当にしっかりまあ守って、はい、そしてあのボールの来るのを待ってますからね、はい、手元の時計ではまもなく前半の34分になります。35分ハーフ、1対0と清水市立商業がリードしています。その後の攻防は両チームが持ち味を出して一進一退、共に得点シーンにつながりそうなチャンスはありますが1対0のままです。そうですね、あの決定的なシュートの場面いくつかあるんですけどもね、はい、やはりあのそう簡単に打たせてくれないですから、はい、まあ、当然そんなにはあの得点は入らないですよね、帝京もちょっと守備陣の混乱がありましたがスイーパーの小原が引き締めてからはだいぶ守りもしっかりしてきました。小野の動きが多くなってきました。8番小野奪った、あの辺のドリブルは前ですよ、パスコースはよく見ています、自分で打ってきた、はい、ゴールキーパー正面、小野のシュート、さすがですよね、はい、パスを出すのかと見せてダイレクトに自分で打っていきました、はい、あの辺は小林君と小野君というのは大変うまいんですよね、はい、まだ連続攻撃、平川から小林、さらに鈴木、ゴール前には上原、小野はゆっくりと左サイドをサポートする形で上がっています。上がって上原待っている、ヘディングでカット、ダイレクトシュート、ボレーシュートですがディフェンダーに当たりました、ね、小原君、はい、小原君のあの、まあ、ポジショニングは大変うまいんですよね、あの、はい、提供の、2番ですね、はい、この場面です、はい、ここで2番 の、はい、スイーパーの小原君があのクリアするんですけどもね、手元の時計では前半のロスタイムに入っていますがコーナーキックのチャンスは清水市立商業です。あのこういった場面ではあのシュートコースに必ず入ってもう、まあ、シュート簡単にさせないというのが、まあ、鉄則なんですけども、はい、こういったボールとゴールと自分の環境をしっかり基本的に守ってますからね。ここは帝京気をつけたい守り、ボールはゴールラインを割ってゴールキックに変わります。前半のロスタイムに入っています。1対0と清水市立商業が1点リードしています。その後は持ち味を生かした見応えのある攻撃が続いています両チーム。前半終了です。サッカーの決勝戦、
35分ハーフの前半を終了して、静岡代表の清水市立商業高校が1対0と東京代表の帝京高校をリードして前半を終わっています。後半の10分を経過しています。35分ハーフのこの決勝戦、1対0と清水市立商業が1点リードしています。大野隆が送っていきます。清水市立商業14番鈴木が走って逆サイド、11番上原がいます。もうそこで上原君が出てるんですね。ニアサイドですがシュート、ヒットしませんでしたが、ね、はいはい、ニアにボレーシュート。もうそうなんですね、もういつまで狙ってるんですよ、はい、ただ、まあ、今の場合もそうなんですけども、あの裏に流れた時のその裏側にはあの清水商業の場合にはいないんですよ ね、はい、あそこは全然無理しないんですよ、はい、なかなかやっぱり勝ってるチームってね、こういうカウンターの場合にはああいったことがあってね、はい、大変シビアですよね、はい、現在得点としては清水市立商業がリードしているわけなんですが、はい、追っている帝京としては何か打たなくてはいけない手はありますか。いや今の形でですね、やっぱりスペースに、はい、あの出さなくちゃいけないんですけども、はい、中盤の動く量が少し少なくなっちゃったんですよね。そのあたりがこの夏のゲームなんですね、はい、はい、そうなんです、ですからもう一回中盤でつないで、そしてトップの人たちがその前線に走り込む場面を作ってやることが大事だと思いますよ。これも清水が形を作ります、はい、いいボールが上がってと上原がいますが、オフサイドですね、オフサイドですね、はい、上原君のオフサイドです、はい、横森さん、前半はですね、はい、清水がディフェンスの位置で拾ったボールをポンとクリアすると、はい、中盤でよく帝京が拾って連続攻撃をかけていました。そうなんですよ。そのあたりの中盤の様子がちょっと変わってきましたね。今また清水が取りました。ですから、なんですか、トップの人たちとの競り合いをもう少しトップがしてくれないと中盤が上がれないんですよね。はい。はい、ですから、まあ、ちょうど清水は前に前に行くということですから、はい、そういう意味では清水のボールになりやすいんですよね。ディフェンスがこの位置でした。清水左の薬師寺、帝京がどうしても苦しいですから、あのクリアをするんですよね、はい、苦しいからもう本当になんとか前へ蹴ってるっていう、そういう感じなんですよ。ですからどうしても拾われちゃうですね。中盤でボールがよく動くようになってきました。清水市商業7番の平川と、これはヒットしません。ちょっとその足の甲の外側アウトにかかってしまいました。ゴールキックに変わります。今彼はあのシュートを狙ったんじゃないですか。ここから思い切ってこのアウトにかけて、そんな感じですよね、はい、後半の12分です。1対0と清水市立商業が帝京リードしています。帝京金杉が倒されましたが笛はありません。サポートは森田藤田の総力を生かして、金杉の高さも生かしたい帝京ですが、これでいいんですよね。これで繋いで中田がワンクッション、はい、そして佐藤、藤田、はい、中央に金杉、ちょっとサポートがありません。1対1で孤立している感じです。ボールを清水が奪いました。まあ、今のようにあのちょっと強引に突破していきますとね、はい、すぐ守備ラインに体入れられちゃうんですよね。そうですね、はい、そこがあのフォワードとしたらどこで突破をするかパスをするかという判断が大切になってきますよね。その辺帝京の全体の運動量はいかがですか。後半に入って、いや少しやはり疲れは出てきてますからね。ですから今の場合にはやっぱり藤田君の隣に、まあ、そうですね、すぐ来てもらいたいっていうのが彼の気持ちだったと思うんですけどね。そうですね、はい、それがなく強引に突破をしようとするとディフェンダーに体を入れられると。そうですね、はいはい、まあ帝京の、 あの中田君にしても、あの佐田富君にしましても非常にそういったサポートは上手い選手なんですけどね、はい、グランド付近の気温がほぼ30度、この季節にしては、まあ、気温としては高くないという見方もあるんですが、それでも長時間プレーを していきますとだんだんに効いてきますよね、もう連戦ですからね、はい、両チームともここまで来たわけですから大変疲れると思いますよね。サッカーは8月の5日だけゲームのない休養日が設けられていますが、それ以外は8月の2日からずっと連戦です。平川の送ったボール帝京クリア、また拾って清水連続攻撃、7番の平川ライン平行に上がってくる、ヘディングシュート、フリーで打った、決まりました、2点目、2対0、素晴らしい鈴木センタリングですね。
再三センタリングを送ってきた右サイド、清水市立商業後半の14分、2点目からです、ね、2対0。見てみましょう。これはニアを越えてやや中央から遠めにいたフリーで、はい、ただニアにですね、はい、上原君が入ってるんですよね。でずっとニアで合わせてきましたから、当然もうニアにもうみんなが集まってきたんですよね。ディフェンスは完全に引っ張られましたね、はい、そうなんですよ。それで今度は裏の鈴君が空いてきたということなんですけど、それにしても平川君のセンタリングが素晴らしいですよね。ぴったしですから。昨日の準決勝では前半それがよく出て後半なりを潜めたんですが、今日は逆に後半になって平川のセンタリングが冴えてきましたね、はい、そうですね。今の突破も素晴らしいですしね、はい、鈴木はこの大会の2点目になります。2点を追う帝京がフリーキックのチャンスを得ました。後半の15分、距離はありますが上げてきます。笛が鳴って清水市立商業ボールです。ファールがありましたか。今ちょっとプッシングが帝京の攻撃陣にあったという、そういうことなんですけどね。レフリーが小畑慎一郎さん、はい、ラインズマン長田和久さん、中込仁さんです。やはりどうしても守備ラインの壁がありまして、その裏に潜り込みたいというところに無理が来るんですよね、はい、でその無理をしちゃうとやはりそのファールになっちゃうんですけども、その辺がちょっと辛いところなんですけどね。攻撃陣の横森さん、逆転の提供で全試合を戦ってきましたが、はい、2点を追いますね、特に今の1点というのは後半のこの時間帯10分過ぎですからね、15分過ぎてますからね、はい、ちょっと、まあ、苦しい状況にはなってきてますけど、ただサッカーの場合には2点というのはですね、返せない点得点じゃないんですよね、はい、もう例えばこの時間帯で1点返せば1点差ですから。ただこのままその 2-0 で続いていますとちょっと厳しくはなりますけどね。緩やかな風ですが、やや風下の提供です。焦らずに提供は1点を早くなんとかしなければというところだと思います。2点をリードした清水市立商業、ストッパー長身の川島、前からのディフェンスも欲しい提供。このあたり大野隆がボールを持ちます。中盤の構成としては、そのジュニアユース代表の経歴もある小林や小野が、清水は徹底的にマークされる形になっています。そうなんですね、しかしゴール前行って鋭く動いて、はい、まあ、その辺がですね、トラップしてシュート打ってきた。この辺りは上原ですが、テクニックそうですね、浮いたまんまもう一回その自分がゴールと反対を向いたまままたゴールの方に向かって打つということは大変難しいテクニックですけどもね。ゴールに背を向けた形から反転でノーバウンドで打ってきますね。はい、なかなかできないんですね、プレーは。ボールを受けた瞬間はゴールが見えていないわけですからね。そういうことなんですね、しかしもう彼のことでしたら、もう常にゴールはどこにあるかということは頭に入っていると思いますよ、はい、その上原得意のドリブル、平川がサポートしていきます。分厚く攻撃します小野、パスのコースが2つも3つも見えるという小野から浮かしたはいいボールです。鈴木がかわせばチャンスですが、ここはよく守りました帝京です。今のように帝京のニアサイドをついてくるんですよね、はい、清水商業 は, ここは、はい、今のようなことを繰り返されると今度は逆サイドが空いてくるから、そこを先ほどついて前点にしたということなんですけどね、はい、後半14分に清水市立商業が1点を追加しました。鈴木が右サイド、平川から上がってきたボールを決めて押し込んで2対0とリードを2点としています。今帝京はちょっと苦しいんですけども、はい、ここでフォワード陣がですね、もう少しボールを追って、そしてプレッシャーかけないといけないんですよね、はい、そしてそこからまた自分たちの展開を考えていかないといけないというように思うんですけどもね。後半に入ってからのシュート数では清水市立商業が7本、そして帝京が1本ということで、中盤でボールを持つ形からフィニッシュまでやや清水のペースが続いています。フォワードの金杉がこの位置まで下がってボールを触りました。そうですね、ここでも丁寧にボールをつないで、はい、そして金杉が声をかけて9番の森田を走らせます。その森田が追います。
ただ少しトップラインがですね、疲れてきてるんですよね。そうですね。ですから中盤で1回つないであげて、はい、そしてフォワードのスペースに走る呼吸を1回整えてやることが大事だと思うんですけどもね。中央に金杉、今ボールを追っている10番が藤田、左に森田と3トップのような感じで3人並んでいます。今金杉に言われて森田が気がついて走ったといった感じのプレーがありました。帝京です。今の場合には帝京がちょっと前に行く妨害をしたということなんですけどね。後半の20分経過しています。2対0清水市立商業が2点のリード。前半に1点、そして後半に入って1点、効果的な点の取り方、そしてフリーキックのチャンスです。鈴木がゴール前中央、上原が離れます。ニアに走り込む鈴木、速攻につなげるか。帝京、ここですよね。逆サイドにもフォローが2人左右に来ています。いいですよね。ゴール前に金杉上がってくる、新村がクリア。なかなかこの辺が試合巧者ですよね。清水も攻めから守りに急に変わったんですが、応対してますね。現在の清水市立商業はディフェンシブハーフの位置に12番の大野隆が残って、そして前に小林と小野をやって、攻撃的にだんだんなってきています。帝京のエンドでゲームが展開する時間帯が長くなっています。右から左に後半攻めている帝京です。竹野が中に入ります。安全に大野明弘がフィードボールを送っていきます。帝京キャプテンの海老名が追っています。プレーをつないでいきます。竹野、そうですね、あの辺は上手いですね。はい、佐田富、あっと上原、ここは早くしないと前に2人います、はい、ミドルシュートか。小野、危険ですよね。ちょっとフェイクを入れて左に開いた、はい、薬師シュートレンジに入ってきています。シュート放った。小野がフェイクを入れて打つように見せてポーンと薬師に、うまいですね。あの辺の畳みかけっていうのはなかなか、はい、静岡のチームっていうのはああいうところの辺は ものすごい鋭いですよね。はい、はい、サッカー王国と言われている県の代表ですからね。高校サッカーが強いのはもちろんですが、この小野を含めて早い段階でサッカーを始めて、各年齢層の強化組織がしっかりしています。清水市立商業は2年ぶり4回目のこの高校総体優勝を目指しています。全国高校サッカー選手権でも3回の優勝の経歴があります。今なんかのスルーパスも大変難しいんですけどね、出し方としたらば、はい、それをああいう形でもって出せろ、やっぱり小野君というのは大変非凡な選手ですよね。はい、大滝監督は昨日の準決勝韮崎高校戦、苦戦のゲームの末勝った時に、昭和56年度正月のあの国立競技場で韮崎に準決勝で負けたと、はい、それを思い出したという話をしていますが、その時の実は韮崎の監督が今日解説の横森匠さんなんですね。はい、昔そんなことがあったんですけども、はいはい、まだ当時は大滝先生も若かったですからね、はい、昨日そういったタフなゲームを勝ち抜いて勝ち上がって決勝戦に進んできました清水市立商業です。帝京は15番の奥野がスタンバイしています。佐田富、ディフェンシブハーフの佐田富を呼んで、奥野おそらく前でだと思います。はい、はい、ちょっと動きが疲れが出て出たんでしょうね、はい、動き悪くなってたんですよね。はい、佐田富ディフェンシブハーフを外して15番の奥野を入れました。はい、であそこから今ちょっと突破されだしたんですよね。はい、ですからチームとしては当然、そうにしたと思うんですけども、奥野が佐田富の代わりに今小林についてますね。はい、はい、はい、ちょっと帝京は自分たちのペースでサッカーができなくなってきました。後半の24分、ちょっとトップの動く量が少なくなっちゃったもんですからね。はいはい、今まではあれを競ってくれましたからね、今度こぼれ球を後ろ そうですね、メンバーが拾えたんですけどもね、それができないんですよね。前から帝京の前線の選手が追っていって、はい、クリアされたボールを中盤で拾うという形が取れなくなってきました。それも大事だと思うんですけどもね。
清水も選手交代、16番の3年生の田中がスタンバイをしています。まだ交代は認められていません。鈴木君と交代すると思いますよ、はいはい、交代のナンバーは14番フォワード、今日2点目の得点をチーム2点目の得点を挙げているフォワードの鈴木のナンバーがまもなく上がりますが、まだその交代は行われていません。小野のパスを途中で交代した奥野がカットしますが、こぼれたボールは清水が支配します。小林、激しいマークがありますが、小林パスを供給していきます。プレーが続行します。まもなく後半の25分、2対0と清水市立商業がリードしています。後半の14分の追加点が効いています。帝京はこの今の展開がいいんですよね、はい、こういった動きでいけば必ずチャンスは出てくると思います。途中から入った奥のセンタリング、はい、長いボールが藤田待っている、合わせるか、リング浮いたボール、ね、まだチャンスがあります、まだボール生きていますが、小野が行きます。帝京拾います。ラインをぐっと上げた清水市立商業、浅くします。小林にワンタッチしたボールがタッチラインを割っていきます。ボールは攻撃の提供のボールになります。ここで鈴木が呼ばれて、16番清水市立商業の田中が今入ろうとしています。清水商業の守備ラインというのはですね、いつでももう声をかけてましてね、はい、先ほどもちょっと崩れかけた時があったんですけどもね、はい、4番の川島君なんかがね、やはり逆サイドのそのマークというところで、もうすぐに7番の平川君を呼びましてね、はい、守備ラインをしっかりもう作ってるんですよね。2点を、まあ、抜け目のない守備ラインをしてるんですけどもね、その守備ラインを崩したい帝京としては、はい、残り時間がもう手元の時計でも9分を切りました。35分ハーフのゲーム、帝京チャンスを得ます。フリーキック、ここはものにしたいですね、ちょうど1点目を取られた位置と同じ位置なんですよね。だいたい位置は似ている位置なんですが、逆に自分たちが点を取りたいというフリーキックですが、帝京のベンチ、就任2年目の松原監督が見つめます。母校帝京高校の指揮を取って2年目の松原監督が見つめます。指示を送るゴールキーパー前川、佐藤でしょうか。藤田もいます。藤田か佐藤か、あるいは1回横に出すか、出して藤田、守備ラインをちょっと外したいというそういうことだったと思うんですけどもね、はい、今の今フリーキックは、はい、ただちょっと上に上がってしまっては残念ですね、はい、両方のチームに選手交代もあります。そして少しずつ後半の時間が経過していきます。夏のこのサッカーのゲーム、高校総体の決勝戦、2点をリードする清水の攻め、その交代して入った田中、この子もスピードがあるんですよね、田中っていう選手もね、きちんと平川が後ろに来ています、また後半に入ってからの清水市立商業の追加点はこの右サイド、平川からのボールでした。田中君にしましても上原君にしてもそんなに身長はないわけですから、はい、もう常にこういうチャンスメーカーでもってね、あえてニアを狙っても2人ともやってるんですよ。ただそのところへクリアボールを拾って、はい、平川押し込んだんですが合わせる選手がいませんでした。帝京はここをしっかり守りたい。中田がクリアして出していきます。カウンター攻撃、森田が入ります。藤田がいます。後ろから金杉はサポートはゆっくりめ、新村と1対1激しくコンタクトします。新村が守りました。しかしボールは帝京です。やっぱり森田君の縦への突破っていうのは怖いですからね、はい、しかし新村君というのはあれに対応できるですからですね。中田がボールを持ちます。上がった、藤田待っている。しかし前でカット、奥のロングレンジから打っていくか、打っていきましたが大きく浮きました。佐藤、キック力があるんですが、そうですね、やはり実は今のは多分左側のセンタリングをしたいと思ったんでしょうけども、はい、もうバランスがよく、もう守備ラインがですね、清水商業の場合ね、はい、ヘディング特に強いわけですからね、はい、なかなか思い切ってそこへ出しても返されるということでシュート打ったと思うんです。ですからそこのところで、まあどれだけまあ、攻撃陣が粘れるかということも必要なんですよね、はい、もう少しヘディングで粘ってやらないと帝京の攻撃にはちょっと厳しいかなというような気がするんですけどね。
帝京の海老名キャプテンは話しています。例年のチームに比べると選手権に出た後ということで強化も遅れている。しかし何とかしたいという気持ちがあります。またここは清水のチャンス。田中が上げたボール、上原待っています。競り合って帝京大きくクリア。その今年の正月の選手権に出たメンバーがレギュラーで今度のチームに残らなかった、そういったこともあってよく弱いと言われてしまう、だけども自分たちにも意地があると帝京の海老名キャプテンが話しています。まあここまで来ればね、はい、もう本当大したものですよ。まもなく後半の30分、残り時間が5分というところですが、帝京の方が8番の1年生藤倉をスタンバイしています。その帝京がゴール前必死に守ります。清水市立商業が2対0とリード。残り時間は後半もう5分を切っています。手元の時計、ボールを追ってつなぐ帝京。まあ、こういう展開を、ね、帝京は、はい、して焦らずにとにかく早く一つ取るということだと思うんですけども、ただ清水が高い位置からディフェンスをして早いボール回しを防いでます。はい、なかなかフリーでボールを扱わせてくれないんですよね。はい、いよいよ8番1年生藤倉が入ります。はい、入りますね。11番の金杉やや疲れました。はい、ヘディングの強い金杉が呼ばれてフォワード前線に1年生の藤倉が入ります。1m77cm あります。今元気にボールを追っていきましたが、この8番、はい、そうですね、期待の1年生ですね。はい、残り時間5分を切ったところですが、まあ、5分あれば状況によっては2点入りますからね。そういうことですよね。ですから、まあ、特に積極的にね、はい、藤倉君も経験していくということでしょうね。はい、もう期待の1年生だと思います。なかなかこの時間帯で1年生を入れてくるということはね、はい、難しいことなんですけども、やっぱり出すということは素晴らしい選手だと思いますよね。テクニシャンの小林、安全に後ろに戻す形を取りました。もう清水の場合には無理をしないという、そういうことでしょうけどもね。途中で使ったフォワードの田中をまた呼ぶ選手交代が清水にありそうですが、プレーは続行しています。平川がずいぶん中に入って、小野が逆にスペースをカバーしています。ね、小野が来る、ヘディング、シュートは当たらない、フォローしてシュート、3点目。上原が今大会6点目、いや5点目です。今大会5点目になります。上原6試合で5点目になります。今手前にいた選手が1人シュートを打てなかった感じはあったんですが、いやいや今ですね、ちょうど、まあ、田中君がここで交代するんですけども、はい、その田中君がですね、実は、はい、スルーしちゃったんですよね。ヘディング当たんなかったんですよね。はい、当たんなかったんですよね、この場面で。はい、そこにしかし裏にいた。そうなんですよ。はい、そこに裏から走り込んできたってことですよね。はい、そしてここで清水市立商業高校は交代プレイヤーとしてキープレイヤーになっている5番の池畑が入って、途中から出ていました前線の田中がアウトします。この池畑はレギュラーの力があるんですが、静岡県予選のあと7月の下旬にですね、体調を崩しまして高熱が続いて、この大会プレーできるかどうか危ぶまれました。熱が引いて少しご飯が食べられるようになって10分から15分ならばできますということで、はい、ポイントになりそうなところで投入されて前線あるいは中盤でプレーしています。どの選手も素晴らしい選手ですからね。はい、今の場面でもそうなんですけども、ゴールキーパーはですね、前川君キャッチングしっかりしてるんですよね。はい、ああいう場面ではなかなかボールを落としたりしやすいんですけども、はい、もう掴んだらもう離さないというところはもう素晴らしいですよね。あ、そうですね。はい、接触してますがね。そうです、この場面ですよね。はい、やっぱりああいったキャッチングをやっぱりいつでもしてないといけないということなんですけどもね。2年生のゴールキーパーの前川のプレーです。清水市立商業高校は交代のキープレーヤー池畑も入れましたし、もう打つ手は打ちました。そして3点も取りました。3対0とリードして、手元の時計はもう後半の33分を回っています。それでもボールをキープして小林、じっくり構えて平川がゆっくりと来ています。小林どうするか、当ててコーナーキックを取りますね。もうチームとしたらほとんど無理してないんですよね。はいはい、ボールをゆっくりキープして回しましょうとか、はい、そういう形でしてね。はい、まあ、一発を狙って大野君とか薬師君なんかのヘディングでっていうところじゃないですか。3点リードしてのコーナーキック、中央、体をディフェンダーも入れていますが、どうでしょうか。ゴールキックです。さあ
手元の時計では残り1分を切りました。決勝戦3点リードしているのはこの青いユニフォームの清水市立商業。今大会の5点目を取ったこの上原、上原自身の今大会の5点目が決勝戦の3点目にチームとしてはなりました。これで3対0と帝京をリードしています。森田が追いますが前から出てきました、ゴールキーパー。さあ間もなく手元の時計が後半の35分を迎えます。清水市立商業が3点リードしています。4回目の高校総体の優勝が近づいてきました。帝京粘ります、突破していきます。裏側に合わせる選手がいませんでした。いいタイミングなんですけどね、はい、もうあれを繰り返すしかないんですよね、まあ、今のように突破すればできるわけですから、はい、相手の仕事を積極的にやるべきですよね。後半のロスタイムに入っています、得点差は3点。清水市立商業は後半最後に入った池畑が中盤で、小林がその分前線に上がっていっています。その小林10番、清水ボールです。そして小野、8番の小野がフリーキックを行います。リードしている清水市立商業のフリーキックになります。清水の応援の声がこの韮崎の中央公園陸上競技場大きくなりましたよね。シュートを狙うと思うんですけどもね。あ、なるほど、はい、時間的にはもう回しということもないと思うんですけど、はい、川島のロングキック、シュート思いますよね、はい、3点リードしているならではのですね、はいはい、無理をしないということですけどね。後半のロスタイムに入ってからもう1分を経過しています。しかしゴール前での清水の畳みかけって言いますかね、はい、シュート点を取る時のその入り込みっていうのは鋭いわけですからね、はい、なかなかあれは防げないですよね。ちょっと帝京の運動量が落ちた場面ですかさず追加点を後半2点挙げました。そういうことですよね、はいはい、的確に各選手がポジションを守り役割を守ってテクニシャンのその小野小林を中心にボールをつないだ清水市立商業が3対0とリードしています。諦めない今大会逆転勝利が続いている帝京高校、3点差をつけられて苦しい状況ですが攻撃を仕掛けます。キャプテンの海老名、上げます、コーナーキックになります。ロスタイムに入って2分経過しています。なんとか決勝戦ゴールを割りたいという気持ちが提供もありますよね。1点を取りたいというね、はい、それはそうですね。もうそのために一生懸命やってるわけですから、はい、あと中田の上をスルーしていきました。シュートが来ました、ね、はい、提供1点を返しました。森田ですね、最後はね。そうですね、はい、まあ、こういった気持ちだと思うんですよね。後半ロスタイム提供1点を返しました、3対1。さあ早くゲームをまた続けようじゃないかという帝京高校、帝京がハーフウェイラインのところにボールを運んでいきました。これで現在得点差が2点ですが試合終了の笛、静岡県の清水市立商業高校が2年ぶり4回目の高校総体サッカーの優勝です。35分ハーフのゲーム、自分たちのサッカーを通しました。解説の横森さん、はい、いや立派なゲームでしたね。そうですね、もう少しまあ、どちらも苦しい戦いをしてきましたからね、運動量が落ちるかなと思ったんですけど、はい、まあ、最後までね、はい、本当にスリリングなゲームをやったんですけども、はい、まあ高校生の大会というのは、まあ、あと、まあ、冬に小学大会もあるわけなんですけども、はい、そういったまあ上半期の総決算といいますか、そうですね、そういった意味では本当に両チームとも高いレベルのゲームをしていただいたというように思うんですけどもね、はい、今年の高校総体のサッカーは優勝が清水市立商業、そして準優勝が帝京高校、昨日の準決勝で惜しくも敗れましたが神奈川県の桐光学園と地元山梨県の韮崎が3位という結果になりました。このゲームの解説は山梨県サッカー協会の前野理事長の横森匠さんでお伝えしてきています。横森さん、はい、清水の最大の勝因は何でしょうか。はい、やはり安定した守備陣からですね、はい、繰り出す非常に鋭い攻撃ですよね、はい、
で中盤にあの小林小野という格がいますから、はい、しっかりボールをつなげてサイドからの鋭いボールからのいわゆるセンタリングからの点にを取ったということなんですけどもね、はい、どうもありがとうございました、はい、サッカーの模様をお伝えしました。優勝は清水市商業高校です。